大谷さん人災で40億失う。通訳にギャンブルで26億使い込まれた後に、テレビ局のせいで12億の家を売らないといけないという事実。収入じゃん。38億個人で損失とかお化けやろ。1000円のうちの38円やろ。うまい棒3つやん。大したことないな。厄年か何か。呪われとるんちゃうか今年。毎年各種契約だけで50億とかいう噂だしな。もうあいらでは想像もつかない世界やな。住む前から家失うとかかわいそうすぎる。スター選手が暮らした家は資産価値が上がるぞ。暮らしてないらしいぞ。まあでもすぐに売れるわけでもなさそうやし、現時点ではマイナスしかねえよな。不動産屋の取り分もあるしな。大谷が住んでた家です売れる。大谷が住む予定だった家ですなんやかんや売れそう。大谷ファンに大谷レベルの金持ちおるんか。アメリカの女優が大谷のファンだって一緒に話してたからおるで。野球ファンでサッカーの有名人もおったな。大谷ファンとは言い切れないけど、世界で一番かわいそうだと思う。みんなはどう思う？